どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、リンクス始めたての皆さんとか、あと復帰勢の皆さんに向けてですね、無課金美課金で組めるおすすめのすぐ組めて強いデッキ参戦3種、これをねご紹介していこうかなと思います。まあ、実際このデッキ、その無課金とか美課金の方に組んでもらってデュエルキングに達成したよっていう報告もいくつも受けてるんで、結構この3つ強いと思いますね、非常に。でデッキ自体のそこそこの強さを持っていて、で、安く組めたり、まあ、組みやすかったりね、するんで、よかったら参考にしていただければなと思います。でレシピとあとカードの入手方法、これを詳しく説明する動画になってるんで、カードの効果とかあと回し方なんかはまた別の動画作ってあるね、普段のデッキ紹介動画ですけど、なんでそちらの方を概要欄に貼っておきますんで見ていただければいいのかなと思います。早速ですね、まず1個目、これのデッキのねいいところ、これワンコインレッドアイズっていう名前なんですけども、このデッキ名、これね500円で組めるんですよ。ガチでやべえ、500円ですよ。500円で多分ね、デュエルキングなれると思う。これはこれ最近作ったデッキなんで、まだその無課金の方に作ってもらってデュエルキングになったよっていう報告はまだ受けてないけど、感覚的にはいけると思う。で安く組める、まずそもそもね、ですぐデュエルを始められる。で、デッキの回し方結構簡単で、でスキル何でもいい。まあ一番墓所封印っていうスキルは多分一番いいかなと思うんですけども、別に何でもいいかな、スキルは。はい、でエクスはこんな感じになってますね。はい、レッドアイズスタッフだと。でこれ消費するものが、まずですねレッドアイズインサイト、これを、3周年の記念の SR チケットがもらえるんですけど、今これでゲットしてもらうと。でデュエルコラムの SR チケットっていうのがあるんですけど、これでスピリッツをゲットしてもらう。で選べるプレゼントキャンペーンとか、あとねなんかそのいろんななんかところで SR チケットで結構ゲットできるんですよ。SR チケットをゲットできるんで、結構いろんなところ でそれでシールドウォーリアを2枚ゲットしていただく。で3周年 UR チケットでレッドアイズを1枚ゲットしてもらって、で城之内の初期デッキにレッドアイズ1枚入ってるんで、でこれで2枚レッドアイズが手に入るよと。でその他のパーツ、まあ、これとか、まあ、これとかね、あと、うん、まあこの辺とか、これ全部ストラクチャーで揃うんですよ。でねストラクチャーマジでクソ安いんですわ。ちょっとうるせえ、うるさ、ちょっとうるさ、ちょっとうるさ、ちょっとうるせえとかいいかも、うるせえな。でレッドアイズデッキこれなんですけども、これ安いんですよ。1個250円なんですよね。で確かね1個目のストラクチャーってジェムで買えるんで、ジェム多分500じゃないかなと思うんで、500でまず1個目買ってもらって、2個目と3個目を250円かける2で一応課金してもらって、500円ですからね、ワンコインですから、ワンコイン、まあ1日のお昼代にも満たない500円でこのストラクチャーが3個揃うんで、これ買ってもらって、であれですわ、エネミーコントローラー、エネミーコントローラーはビンゴ報酬と、あと、まあ、各所またいろんな SR チケット、まあ、やってればねそのうちに SR チケットなんて、ね、無限に集まるんですよ。無限に集まるから、でそこで、SR チケットでエネコを2枚ゲットしてもらって完成。完成じゃない、これガーディアンの力、この装備魔法がレッドアイズスラッシュドラゴンとすごい相性がいいんですけど、これを向いてもらう、これはちょっと向いてもらわなきゃいけない。ディメンションオブウィザードっていうこのミニボックスですね、ミニボックスのこれね N なんですよ、 N ノーマルなんですよ、レア度これ9枚あるからこのボックスに9枚入ってるから、まあ多分ね運良ければほんとなんか多分1000ジェムとかでゲットできるし、運悪くても多分3000ジェムとかあればいけんじゃないかな。でログインしてなんか適当にステージ10ぐらいまで上げてると多分ね3000ジェムぐらい多分溜まってっから多分いけます。これはさすがに手に入ると思う。なんでねこれ一番安いんですよ、これで一番安いと思います。はい、なんでまあね、なんだろうな、とにかく安くとりあえずリンクス始めたいっていう方にはおすすめ。そしてレッドアイズデッキってすごいいいのは、周回とかモブ狩りにも使えるんですよ、結構これがいいと思いますね。はい、なんでまあ一番今のところおすすめできるのはリンクス始めていいなけど、なんか課金するのめんどくせえなとか、なんか集めるのカードめんどくせえなっていう人にはマジでこれおすすめ。クソ安いしクソ早いからデッキ作るの。はい、で2つ目のデッキいきましょう。2つ目のデッキがですね、知らぬいです、知らぬい、
これね、さっきのレッドアイズと比べるとちょっと高い、お高め、お高めっていうか、まあ無課金でいけんだけど、こっちは理論上ジェムがちょっとね使うっていう。このミニボックス、この知らないっていうモンスターたちが入っている、まあ、ボックスがソウルオブレゾレクションっていう、まあ、ボックスなんだけど、このボックスを2周していただく必要があるんですよ。最低でも、まあ、3周するとめっちゃ強いけどね、2周していただく必要があって、2周するのにはもし仮にこの例えばモノロベとかがそこにめちゃくちゃそこに埋まってた場合、最悪なんか1万ジェムぐらい使わないといけないんですけども、まあ、そんな使わなくても理論上もうちょっと早く組めると思う。まあ運が良ければ5000とか、運が悪かったとしても 7,8000 回で組めるんじゃないかなと思うんですよね、基本的には。ほんでこれ何が強いかっていうと、これ実はね、これまあこういうデッキを参考にして無課金の方結構たくさんデッキ組んでいただいたみたいで、あ、デュアルキングなれました、ありがとうございますみたいなコメントすんごい来るんですよ。だから多分ね、知らねえっていうテーマ自体が環境トップクラスっていうのもあるんですけど、このデッキシンプルに強いです。シンプルに強い。だからシンクロの楽しみ方も、ま、学べるし、シンクロも学べるし、あとシンプルにやっぱ勝てる、勝てないと最初面白くないと思うんで、まあ、今回紹介するデッキの中だったら一番強いかなと思ってます、個人的にね。で、カードの入手方法なんですけども、まずですね、3周年ドリーム UR チケット、こちらでコズミックサイクロンぶち込みましょう、ゲットしてこよう。で、3周年ドリーム SR チケット、これによって、分断の壁、これをゲットしていただく。で、ビンゴ報酬と、あとなんか、なんか選べるプレゼントキャンペーンとか、そういうチケットでエネミーコントローラー、これを2枚ゲットしていただく。で、黄金調和、これね、なんかね、今俺初めて知ったんだけど、なんかデュエルリンクスインストールするとアプリインストールの俺とかいうなんか UR チケットがなんと5枚もらえるんですってすごい、SR チケットと UR チケットがなんか5枚ずつもらえるっていうね、アプリインストールするだけで神だ、神ゲーだ。ということでこのチケットを使っていただいて黄金調和、まあ、黄金調和持ってなくても、これ黄金調和じゃなくても別にいいんで、例えばですね、その SR チケット、適当な SR チケットで交換できるレインボーライフとか、あと、まあ、それからクリボーとかね、今回の SR チケットとかでゲットできるクリボーとか、あとテンパランスとか、そういうカードでいいです、ここは。この2枚は別に何でもいいかなって、まあ、黄金調和にしてますけど、一応ね。で、他の全てのこの知らないとか、まあ、竜の鏡、ドラゴンズミラーとか、この辺のドラゴンエクトとか、この辺のゾンビマスターとか、これは全部さっきの Soul of Resurrection で手に入るんで問題ない、全く。で、最後にスキルチケット、スキルチケットを使ってもらってレベルコピー、これをゲットすると。で、回し方はね、また概要欄に貼ってる動画見ていただければいいかと思うんですけども、これがね、やっぱ一番相性いいんだよね、知らぬ人なんで、これ使ってもらうと。ということで完成しました、ミニボックス2周で始める知らぬデッキ、強いです、このデッキは非常に強いということで、次のデッキいきましょう。で、最後の3つ目のデッキね、超重武者男ゴンゲンザカのね、魂のデッキですよ、超重武者デッキ。これね、最新じゃねえか、1個前のパックのフューチャーホライゾンっていうパックがあるんですけど、パックとかボックスがあるんですけども、これで全てのカード、ほぼ全てのカードが手に入ります。スクラップリサイクラー以外は全てそのボックスで手に入るっていう。だからね、なんかめんどくさいチケットの使い道どうしようとか、あんま悩まなくてもいいっていうのが一番なんだろうな、いいとこで、これも最悪なんかボックスになんかそこにめっちゃ埋まってると、ちょっとね、ジェム最大ですけど9000ジェムぐらい使うんですけども、そんななんか使うの多分いけるな、多分いける。まあ運が良ければ5000とか、まあ、悪くてもなんか6、7000、8000くらい、使えば多分いけると思うんだけど、マジで運がいいと、もっと早く組みますね、このデッキは。で、回し方がすごい簡単っていうところ。そして、ドリーム UR とか SR のチケットを抑えられるんで、このデッキ以外になんか他に手を出すことができる。だから、これ以外になんか違うデッキを作るっていうことも多分できる。で、これもデュエルキングなれました、ありがとうございますっていうコメントたくさんいただいてるんで、強いです。強いデッキになるんですよ。だからね、結構ね、おすすめではあるね、このデッキ。メイン1周だから、メイン1周で決める、
で、入手方法はこのストラップルサイクラー以外は全部メインボックスのーカードなんで、まあ、パック剥いていただければ、脳死で剥いていただければ手に入るよっていう、あ、エクストラデッキこんな感じですね。エクストラデッキはこんな感じで、脳死で手に入るよっていうことと、あとそれからスクラップリサイクラーはこれで結構選べるプレゼントキャンペーンとか、なんかドリームチケットじゃない方のなんか SR チケットみたいなので手に入ったりするんで、これね、いくらでもどの SR チケットも大体入ってるみたいな感じなんで手に入るかなということで、作るの簡単で消費もチケットの消費も抑えれるということで非常におすすめとなっております。ということで、いかがでしたでしょうか。非常にね、組みやすく考えたつもりです。で、まあ、例えばこういうカード持ってない、こういうカードを持ってるとかいう相談事があれば、ぜひね、あのディスコード、私が開いているディスコードのサーバーの方に、コメントなり相談なりしていただければ、もうディスコード、我々キング松坂親衛隊3000名以上のデュエリストが参加しますんで、いろんな人がね意見くれると思いますんで、ぜひそちらも有効活用していただければと思います。というわけで、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ皆さんもデュエルリンクス始めましょう。神ゲーだ。ではまた次の動画で、バイバイ。